説明します。で、まずちょっと最初に、このこちらに記載してます、URL にまず、まあ、ブラウザーでアクセスしてください。で、これから、今日と明日と明後日の資料がすべて、こちらのサイトに上げてありますので、まずこの URL をどこかにメモ等していただけますでしょうか。で、それが、まあ、できましたら、下にありますけども Git クローンというコマンドを使いまして、すべてここにあるファイルをご自身の、環境中ローカルの環境にダウンロードをお願いします。で、少しずついいですか。https://github.com の後に、ゲノム -sci/pags_workshop_2019 です。で、実際あの URL を見ていただきますと、まあ、このようなになっています。で、もうすでにやっていただいた文法と、あと、まあ、これからのスケジュールが記載されています。で、実際ターミナル上で、Git クローンの後に先ほどの URL を打っていただきますと、データの読み込みが始まります。で、これできない方もしいらっしゃいましたら、あの挙手でお知らせください。ダウンロードしたディレクトリーにの中に入っていただいて、で、Jupyter Notebook というコマンドを打ってください。で、そうしますと、あのこういう画面がブラウザー上に、表示されると思います。で、今からは1の2のディレクトリの中の、Jupyter Introduction というファイルをクリックしてください。そうしますと、また新たに、ページが立ち上がりまして、このような画面が見えるかと思いますが、大丈夫ですかね。この画面に行けてない人います？大丈夫ですか？じゃあちょっと進めますと、これからこの Jupyter Notebook というものを使って、進めていきます。で、まず最初に、まあ、基本的な使い方を紹介します。で、まずこのページ上で、これこう四角で囲まれてますけども、このセルと呼びます。で、このセルの左側に色がついてまして、ここの色で、今どちらのモードかということを理解します。で、2つのモードがありまして、コマンドモードですとこの左枠が青色になってます。で、コマンドモードですと、セルの移動や挿入削除などの操作ができます。で、もう一つの編集モード
ですと、この今この状態でエンターを押すと編集モードに変わります。で、まあ、エスケープを押すと元に戻ると思うんですけど、戻れ。でこれからは、シフトエンター、シフトとエンターを同時押ししていただくとその中身が実行されると。よろしいですか。ですので、まあ、ここ書いてますけども、セルの内部で、シフトエンターを押すと実行されると。よろしいですか。でこのセルの中に、Python のコードを書いていきます。でまず最初の例ですが、こちらですと、まあ、3行ありまして、1行目がコメントで、2行目に A っていう変数にリストで作成しまして、それをソートすると。先ほど打っていただきましたが、そういうコマンド、スクリプトが書いています。でこれをシフトエンターで実行しますと、このセルの中で実行された、最後の実行結果が、アウトプットとして表示されます。よろしいですか。でこの Jupyter ノートブック上で、まあ、さまざまな、まあ、ヘルプの参照が可能です。で一つは、まあ、キーボードのショートカットの表示とありますが、これ上にヘルプというタブがありまして、ここをクリックしますとこのキーボードのショートカットというのがありますので、これクリックしますと、まあ、本当に多くのショートカットが、参照できます。でまたその関数やメソッドのヘルプというのも可能でして、次の例に行きますと sorted という関数に、ハテナを一番後ろつけますと、これをシフトエンターで実行しますと、画面の下側にその関数の概略が、ディスクリプションが見れるかと思います。よろしいですか。まあ、でまた後ほど使うかと思いますが、 BioPython というパッケージからモジュールインポートというのも、次これ実行しますと、まあ、何も表示されませんが、もうこれで、モジュールがインポートされた状態になっています。でそのモジュールに関しても、ヘルプを最後ハテナをつけると見ることができます。よろしいですか。で、まあ、この操作方法について、まあ、覚えといた方がいいというショートカットがいくつかあります。で上からいきますと、このセルの上に新しいセルを挿入する場合は、これで A をスモール A を押していただくと、上にここにセルが表示されます。で下に入れたい場合は B を押すと。でセルを挿入する場合は D を2回続けると。削除ですね。ごめんなさい、これここ削除ですね。でセルの、コピー&ペーストカットというのが XCV で、可能です。で先ほどから紹介してますように、このセルの中身を実行するのはシフトエンターと。で検索は F を押しますとこういう画面が出ますので、検索ができます。で H を押すと、まあ、ショートカットが見れます。でこのように対話式で進めていきます。でセルの種類
2つ紹介してますが、1つはマークダウンセルというもので、ここでエンターをしますと、マークダウンと呼ばれる方式で、テキストが記載されています。でこの中にコードを入れ込むこともできまして、ここにありますように関数、定義された関数のコードがこのように表示されます。でもう一つは実際のそのコードの内容を含めるコードセルというものがあります。で下に行きますと、こちら4行のコードになってますが、プリント関数にあとメッセージという変数で、記載してますが、これを実行しますとプリント文が2回実行されたものが出力として、見えます。あと下に行きますと、便利な使い方として、タブを使うと。でタブを使いますと、保管、変数名、関数名、ファイル名などの保管が可能になります。でここでまたインポートを押して、で次行きますとマスドットでありますが、ここでタブを押していただくと、使える関数の一覧というものがありますので、使いたいやつを選ぶということで非常に便利にです。で、ここは。で、ディル関数というものを紹介しますと、オブジェクトにどのような機能、属性が含まれているかというものが、見ることができます。ですので、MAS という、モジュールをディル関数を使いますと、先ほどありましたが、さまざまな関数が使えると。よろしいですか。でオブジェクトが持つメソッドなどもそのディル関数を使うことで、見ることができます。でこれはハローっていう文字列を A に入れてますが、文字列型で使えるメソッドの一覧が、表示されます。でまた A.capitalize でクエスチョンマークを入れますと、その関数の詳細なディスクリプションが、見れます。で、Python のスクリプトなんですが、このようにターミナルのコマンドもそのまま使うことができまして、 ls というのを実行しますと、どのような、ファイルの一覧が見えます。で pwd と打ちますと、ワーキングディレクトリの場所が見ることができます。で、エクスクラメーションマークをつけると、シェルコマンドの内容をリストとして取得できるということで例を紹介してますが、このキャットの前にエクスクラメーションマークをつけることで、このシェルコマンドで返ってくる内容がこのret の変数に、格納されます。でこれ実行しますと、何も出ないんですが、これを次のセルで、for 文でプリントしますと、見えます。でこれキャットは何やってるかっていうと、この gff ファイルの頭5行を取ってくるということをやってます。であとマジックコマンドというのがありますが、先頭に、パーセントのマークをつけると、一行を対象にして、実行ができます。で一番上でいきますと、実行時間を測定ということでパーセントの
タイムとつけてレンジとつけますとレンジ100万のこの実行時間が、表示されます。で同じようにパーセント演武パスとやりますと、環境変数の一覧が表示されます。よろしいですか。でこの環境変数を、このアウトプットで出力するのではなくて、変数に格納してそれをコロンで、スプリットして0番目を取るというのを次書いてますが、これ実行しますとこの一番最初のユーザーズの下のこの bin までが表示されます。でこのようにで Python で作ってきた変数一覧といったものも、%foo とやりますと、見ることができまして、例えばオブジェクトの A というのは文字列型でそこに Hello というのが格納されているというのが、一覧で表示されます。でそのマジックコマンドについてのヘルプは、クイックレフト打ちますと、ヘルプが全て参照できます。で2つつけますとセル全体を対象とした、モードになりまして、一番最初いきますと、バッシュパーセント2つでバッシュとして、ここに4から書いてますが、これシェルスクリプトの書き方でシェルスクリプトが実行されます。で1から10が表示されます。であとこのセルの実行時間そのものの計測は一番最初に2つつけてタイムと書いて、あと下ここは Python のスクリプトになりますが、ここ実行すると、そうすると実行時間が見えます。出てよろしいですか。で終了するときはこのファイルのところにその一番下にクローズ&ホルトとありますので、これで終了します。でそのジュピターノートブックを使いまして、これから文字列処理とファイルの読み書きについて、演習をやりたいと思います。であまり基本的なこと内容になるかと思いますが、GFF ファイルというものと、サムファイル、こちらで用意した、テストファイルの実際の読み書き等を行います。で、まず簡単に文字列処理について説明しますと、パソコンで扱うファイルにはテキストファイルとバイナリーファイル、大きく2つに分けられます。でテキストファイル内に記載されている文字列情報の中から、特にその目的の情報を抽出するということが非常に有益で、その対応がの回数が非常に多いと。で実際ファイルには大きく2つありまして、1つはテキストファイルで、もう1つはバイナリーファイルです。でテキストファイルは文字など文字コードによって表されるデータだけが含まれるファイルのことで、僕たち人間が読める、ファイルとになります。で一方でバイナリーファイルというのは、全て、人間が読んで理解できないものというふうに、すごい単純化して表現されています。でこういったファイルに、Python 使いましてアクセスする際は、ファイルオブジェクトと
いうものを使います。で、これを介して、その目的のファイルの中の情報を読み取ったり、ファイルを作ってその上に情報を書き込んだりということを行います。で、その時にオープンという関数を使います。で、そのオープンの関数、オープン関数ですが、まあ、いろんなモードがありまして、そのモードを変えることで読み書きを制限、コントロールできます。で、 R ですと、ファイル、目的とするファイルの読み込み専用に、開くと。で、存在しないファイルを開こうとするとエラーになります。で、 W、 モードを W にしますと書き出し専用に開きます。で、ファイルが存在しない場合は新規に作成します。で、すでに存在している場合はファイルの内容を空にするということで上書きします。で、あと、まあ、プラスとか B とかありまして、まあ、いろんなモードを使ってファイルの読み書きというものを行います。で、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、そのオープン関数の使い方は2通りありまして、 with を使ったやり方とオープンクローズを使うやり方、2通りあります。まあ、どちらでもやれることは一緒なんですが、まあ、基本的にはこの with を使った方が、 with を使った構文を推奨している人が多い感じがします。で、 with を使いますと with open で、アクセスしたいファイルでモードで最後に、そのポインターの名前ということで、この場合は F としてますが、この下に、処理を記載します。で、 open と close を使う場合は open 関数で、を F というオブジェクトに作りまして、最後それをクローズするというやり方になります。で、まあ、よくその扱うファイルのフォーマットとして GFF フォーマットというのがありまして、まあ、テキストファイルでして、遺伝子アノテーションの、まあ、フォーマットになります。で、ちょっと見にくいですが、タブと呼ばれる記号で、区切られた、まあ、表形式のデータ構造になっています。で、値がない場合はこうドットが設定されると。ちょっと見にくいですが、ここでいきますと、この NC00111339 の後ろにタブが入ってまして、ここで1列目と2列目が区切られています。で、各列にはどういった情報が入っているかというのが定義されています。で、1列目ですと、染色体やスキャッフォールドの名前で、2列目はそのアノテーションを生成したプログラムまたはデータソースの名前と。で、あと、まあ、そのフィーチャー、どのようなタイプかと、メッセンジャー RNA なのか、G なのかエキソンなのかといった情報が3列目に格納されてまして、スタートとエンドのポジションが4列目と5列目に格納されています。で、このファイルを、この下の1の2のディレクトリの中の下のパースイントロダクションとジュピターノートブックを開きますと、今ちょっと説明した内容が重複してますが記載してあります。で、で、まあ、その生命科学の分野においては、そのいろんなフォーマットにいろんな情報が記載されている場合がほとんどでして、まあ、一つのファイルだけで全ての情報を
まあ、得るということが、まあ、できない場合が多いです。従いまして、いろんなフォーマット間の情報を、まあ、統合して、情報を抽出するという必要があります。で、まあ、紹介しましたが、テキストファイルの例としましては、アノテーションファイルの GFF や、NGS のマッピングで使われる、サムファイルや、リードデータのファーストキューでファースターファイルというのがあります。で、多くの場合は、このサムや GFF はその複数列からなる、テキストファイルでして、各列が、まあ、タブで区切られている、もしくはカンマ、スペースなどの区切り文字で区切られているという場合が多いです。で、バイナリーファイルとしましては、まあ、サムのバイナリー化されたバムや、普通のよく一般的に使われます GZ というのがあります。で、ファイルの読み書きですが、プログラムで処理した結果を保存しておきたい場合や、外部から Python にデータを取り込む場合に、そのファイルというものを使用します。で、Python でファイルを操作するためには、組み込み型のファイル型を使用します。で、いくつか、進めていきたいと思います。で、先ほども説明しましたが、オープン関数に、リードのモードでしますとファイルを読み込みます。で、W にしますと書き込みを行います。で、テキストファイルを扱う上で、まあ、知っとかないといけないことがありまして、それはその開業コードになります。で、開業コードは OS によって違いまして、まあ、これらが時々、まあ、悪さをするということですので、まあ、いろんな人からファイルをもらって処理したりとかする場合に、まあ、OS が違うとたまにこけたりするということですので、まあ、一応頭の中に入れといてください。で、テキストファイルを普通に開いただけでは、このどの開業コードが使われているかというのはちょっとわからないですが、まあ、いくつかその開業コードを調べる方法はあります。で、早速読み込み1としてますが、 GFF ファイル、こちらで用意した GFF ファイルを読み込んで出力するというサンプルコードでして、1行目だけ出力するとしています。で、まず最初の1行目にファイルの名前を指定、インプットというところに指定して入れています。で、オープン関数を使いまして、2行目でファイルのオープンをしています。で、3行目で1行を読み込むという作業をやってまして、最後にそれをプリントするということを記載しています。で、こう実行しますと、まあ、GFF ファイルの1行目が出力されます。で、書き込みは1つこの例だけになりますが、テスト 1.txt っていうファイルに出力する場合は、出力するファイル名を指定して、2行目に Hello World と書いています。で、これバックスラッシュ N は、開業コードになります。で、先ほどと違うのは、オープン関数をこの W のモードで、使用すると。で、最後に書き込み F.write と書いて、実行しますと、何も見えませんが、このアウトプットっていうディレクトリの中に、このテスト 1.txt がありまして、そこに Hello World と書かれた、こういうふうに書き込みが、まあ、うまくいっていることが確認できるかと思います。で、次いきます。で、
GFF を読み込んで出力すると。で、先ほどは1行目だけでしたが、今度はそのファイルの中すべてを出力するということをやっています。で、まあ、同様にオープン関数を使いまして、でその後に、for を使いまして1行ずつ読み込んでそれらを出力すると。よろしいですか。そうするとこういう結果が得られるかと思います。で、これ各行と行の間に1行こう空白の行が挿入されてますが、これはこの1行目の終わりに開業コードがついていまして、かつこの Python のプリント関数は文字列の後ろに自動的に開業コードをつけます。なので2個ついた形になりまして、こう空の行が1個追加されたように出力されます。まあ、ですのでその開業コードを削除するということをやっています。で、これは、1行ずつ開業コードを削除するということで rstrip というものを使って削除してそれを出力するということをしています。そうしますと先ほどのようにその行と行の間に空の行がの空の行がなくなって表示されるかと思います。で、次に行きますと、GFF を読み込んで出力する、開業コードを削除する、でかつ、シャープで始まる行だけを出力するということをしています。で、これは if 文を使いまして、start with と sharp というのを一つ加えてやりますと、シャープで始まる行だけがフィルタリングされまして出力されます。よろしいですか。で、次いきますと、今度はシャープで始まる行以外を出力するというふうにしてますが、それは if 文でその下に continue とつけてやりますと、こうしますとシャープで始まる行が、スキップされるということで、それ以外の行が全て出力されます。で、次行きますと、シャープで始まる行以外を出力して、かつ9列目のデータのみを出力するということをしています。で、それは、スプリットというのを関数を使いまして、でこの GFF のファイルは区切り文字がタブになってますので、タブで区切るということを指定してやります。そうしますと、各列この S にはリストが返ってきていまして、で9列目ということですので、インデックスは0からになりますので8を指定します。そうすると9列目の情報だけが出力されます。Mm-hmm.
で、GFF のこの9列目のデータは、見ていただきますと、このセミコロンで各情報が区切られています。ですので、このどれかの情報にアクセスしたい場合は、このセミコロンで区切るということをやります。です。同じように進めますと、オープン関数を使いまして、最初に開業コードを削除する。で、シャープで始まる行はスキップするというところまで書きまして、各行をタブで区切ると。で、タブで区切ったリストの中の9列目をさらに、セミコロンで区切るということをして、それら全てを1個ずつ出力するということをしています。そうすると、各行の、9列目の情報のセミコロンで区切った情報が全て、1行ずつ表示されています。で、さらにその区切ったセミコロンで区切った中のそのプロダクトというものだけを抽出したい場合は、タブで、区切った後セミコロンで、区切り、さらにそれらの要素に対して if 文を加えることで、このプロダクトの情報にアクセスすることができます。いいですか？で、ここまでがその GFF というファイルのサンプルについてちょっと紹介しましたが、その次にそのよく扱う NGS のデータ解析でよく扱いますサムフォーマットについて、紹介します。で、これは各、リード配列が、染色体上のどの場所にどういうふうにアライメントされたかという情報が全て、記載されたフォーマットになります。で、一番最初の、行から、最初のヘッダー行と呼ばれる行が定義されてまして、これはアットマークで始まる行をヘッダー行というふうにして定義しています。で、実際の情報はこのヘッダー行の後ろ、ヘッダー行以降に記載されてまして、10行、10、11行かな、11列でデータが、定義されてます。で、これ1列目から紹介しますと、リード、シーケンスしたリードの ID が1列目。で、2列目、ちょっと見にくくて申し訳ないですが、この数字が、どのようにアライメントされたかというフラグ情報が記載されています。で、3列目に、リードがマッピングされた、リファレンスの名前。で、4列目にマッピングされたポジション。で、
で、ちょっと見にくいんですが、ここに60とありますが、これがマッピングスコアになります。で、その後ろに、マッピングの状況 101M、69M というふうにして記載されています。で、ペアエンドのシーケンスの場合は、その相手方ペアの情報についても記載されてまして、あとはその実際のシーケンスの配列データとクオリティデータというものが記載されています。で、これらが全てタブで区切られたテキストファイルになります。で、まあ、ご存知かもしれませんが、フラグの情報に関しましては、こちらのサイトで、その今の例ですと、この2列目83ってありますが、これがどういうことかというのを調べたいときに、ここに83と入れてやりますと、そのリードがどういうものかというのが、わかります。で、この場合83っていうのはペアエンドのリードで、2つのリードが、まあ、適切なペアとしてマッピングされていると。で、あとファーストペアということで、離断複数ヒットした場合は、これはファーストのペアと。です。で、各こういったフラグ情報に、このどのようにリードがマッピングされたかという情報が集約されています。まあ、今回演習ですので、直接その3ファイルにアクセスして処理するということをやってますが、Python にはその Python というモジュールがありまして、これを使いますと、まあ、今日紹介するような内容はかなり簡単に実現できると思います。まあ、ですがちょっとファイルの読み書きということで、紹介します。で、3ファイル、ですが、同様にそのオープン関数を使いまして、ファイルにアクセスします。で、各行の開業コードは、まあ、取り除くということをして、ヘッダー行、アットマークで始まる行をスキップすると。で、その後にタブで区切るということをしています。で、その2列目のフラグ情報というものを集計するというプログラムです。で、そのフラグの情報、リード、全リードのうち、どういうフラグがいくつあるかというのを集計するために、まあ、辞書型を使ってこの場合はやっています。で、まあ、辞書型がにそのフラグが存在するかしないかという if 文を作りまして、存在する場合は、カウントを増やすと、存在しない場合は1を代入すると。ということで、まず最初にこの dict っていう変数にフラグの情報を格納します。で、格納したフラグの情報すべてにを出力するということを、この16行目と17行目でやっています。で、これ実行しますと、まあ、テストの、こちらで用意したサムファイルになりますが、83というフラグ
のリードが197本で、163が197本というふうに、その左側にフラグの情報がありまして、右側に各フラグがいくつあるかというのを集計した結果が出力されます。で、実際、各フラグの特定の情報にアクセスしたい場合という例で、このサムノニというのを用意してますが、特定のフラグ情報、フラグを有するリードを抽出したいと。で、例えば、マッピングされなかったリードを抽出する場合は、フラグ情報としては、4で表現されてます。で、これをこのビット演算子というものを使って、そのリードがマッピングされたリードであるのかないのかという情報を得るということをやってます。で、ビット演算子については、パイプ記号 X と Y の論理は OR を取る。で、あとは AND を取ると。で、排他的論理は OR を取るという関数が、用意されてますので、このうち、この論理積を取るという AND を使うということをしています。で、同様にそのオープンでファイルを開きまして、開業コードを取りまして、ヘッダー行をすべてスキップしまして、でタブで、区切って、各フラグ情報を取ります。で、それにビット演算をかけまして、4かどうかということで、この場合はリストを使ってますが、この条件を満たしたリードの ID だけを追加するということをやっています。で、最後に出力するということをやっています。で、そうしますと、一覧、リードの ID が一覧として出力されます。